はい、今日はですねこちらをご紹介します。アイコスイルマ用のスティックの新商品ですね。テリアオアシスパール、これが来週ですね2月6日発売予定なんですけども、これをサンプルを入手しましたんで、これを吸ってみてですねちょっと感想をお話ししたいと思います。まあ2月6日って来週月曜日ですね、もうすぐなんですけど、まあコンビニなどによってはですね、配達がタイミング合わないとこれより遅くなるっていう可能性があるみたいですね。で、いつも通りですねテリアは580円の20本入りですね。で、今回の特徴がですねアイコスのスティックとして初めてのカプセルタイプですね。ここにカプセルのマークあるんですけど、カプセルをプチッと潰してフレーバー感を味わうと、まあ、そういうスティックになりますね。アイコスでは初めてになりますね。まあグローとかですねプルーム X なんかではもうすでにあるんですけども、アイコス初ですね。で、そのまあ、フレーバー感の中身はトロピカルフルーツの香りっていうことですね。まあどんな味なんでしょうか。で、今回ですね最近まあテリアとかセンティアとかかなり新商品出してるんですけど、今回でまあ30種類目ってことですね。まあ相当種類が増えたなっていう感じで、まあかなりの勢いで発売してますんで、まあ全部試してない方もいると思うんですけど、まあなかなかですね種類多いと絞りにくいんですけど、今回のはちょっと特徴的なんで、もしよかったら来週買ってみていただきたいですね。では早速ですね吸ってみたいんですけど、まあこれメーカーさんのいつもある強さとかのメーター 5段階の評価ですね。強さはまあ5段階で3、コクは3、香りこれ4、メーカーはこれ3になってましたね。でも私は4じゃないかなと思ってるんですけど、メンソール感は4と、ちょっとメンソール感強めという感じですね。まあ全体的に数値としては平均的な、スティックの強さとか香りになるかと思います。ではですね、はい、こう吸ってみたいんですけど、ちょっと開けてみましょう。これですね、ちょっとここにブルーの何ですかね、波のようなカラーがついてますね。で、ここにまあカプセルを表す丸ポチですね、このマークありますので、ちょっとボケちゃうかな、それでこんな感じですね。テリア、もう先にこれちょっと潰しちゃいましょうか。はい、潰れました。じゃあ試してみましょう。まあ名前がオアシスパールっていう、何ですかね、あの砂漠の中のオアシスですよね。でパール、真珠、なんとなく、まあこのパールはこれねカプセルを表してるのかなと思うんですけどね。もうこれ振動が来たんで吸えるんですけど、この段階で結構香りがしますね。ちょっと先に匂い嗅いでみますね。あ、これ匂いどっかで嗅いだことあるような、私はこれいちごの香りかなと思うんですけど、なんですかね、ちょっとかき氷のいちごシロップとか、なんかパンケーキに乗ってるジャムの匂いとか、なんかそんな感じですね。まあ吸ってみます。一応メーカーの歌い文句としてはトロピカルフルーツっていうことなんですけど、まあ最初いちごって言ったんでいちごにしか思えないような感じですね。こういうフレーバーものってブルーベリー多いんですけど、なんかブルーベリーよりいいかもしれないですね。ブルーベリーってちょっとなんていうか
酸味のイメージが強いんですけど、今回のはなんか甘い、まあそういう意味ではトロピカルフルーツに近いんですけど、甘い果物っていう感じですね。なんかちょっと食欲をそそるような、そういういい香りがします。メンソール感、まあメーカーが4って書いてあるんだから、まあその通りなんでしょうけど、まあフレーバーが強いせいかもしれないですけど、あんまりメンソール感は感じないですね。アイコスイルマ用のスティックだと大体フレーバーものでもメンソールが前面に出てるんですけど、今回に関してはですね、ちょっと例外かもしれないですね。メンソールよりはフレーバー感が前面に出てる、イルマ用スティックとしては初の本当のフレーバー感っていう感じがしますね。今までフレーバー系好きだった方は、イルマ用スティックだとちょっと物足りなかったかもしれないですけど、ようやくフレーバー感たっぷりのスティック来たなっていう感じですね。で、そのフレーバー感もなんかそのゴテゴテしたいやらしさがなくて、私的にはそのいちごストロベリー感が結構いい感じですね。フレーバー感強いけど、フレーバー嫌いな人に嫌われる香りじゃないですね。これはちょっとフレーバー好きな方は一回試してもらいたいスティックですね。ということでですね、まあちょっと今日短いんですけど、アイコスイルマ用スティックテリアオアシスパールですね、こちらのご紹介をさせてもらいました。2月6日発売予定になります。ありがとうございました。